お届けしています。日本放送土田照之日曜のへそ。さあ時刻は午後2時30分を回りました。改めまして土田照之です。 FM93AM1242 東京有楽町の日本放送から本日も生放送でお届けしております。そしてパートナーはこの方、新内舞です。よろしくお願いします。お願いします。さあ北海道の28歳、エマーライオンにキスさんからメール来ております。え、すき焼きって正月にしか出ないんじゃないの？さすがブルジュア紳士さん、略してブルージさんですねって書いてあります。そうなんですか。いや、すき焼き確かに高級料理なんで、はい、でもうちもまあ年一なことはなかったけど、ただあのうちはちょっとそのしゃぶしゃぶとすき焼きに関しては詐欺があって、はい、詐欺ではないのかな、友達の家行ってしゃぶしゃぶ食べた時に知ったんですよ、牛肉だって。ああ、うちどっちもあります。今でこそね、豚しゃぶもありますし、はい、すき焼きも豚肉ありますけどもね、あの時やっぱその友達ん家で衝撃的ですよね。衝撃的にやっぱ声出しましたからね、あのババアって言いましたからね。でもなんかそのすき焼きがうちは多かったかもしれないですけど、あの家庭で私ステーキは出なかったです。ステーキなんて一回もない。だからそういうことなんじゃないですか。だからステーキが一回もない。ステーキはあるお家と、うちはステーキがなかったんで。いやでもうちはだってステーキもなければすき焼きもないよ。そうなんです。すき焼きとね、うん、そうそう、すき焼きとかそうなんだよ。だステーキはもうあの分厚い肉じゃなかったら成り立たないからね。あれは高い肉だから、うん、いやだからさ、あのファミレスとかもおのずと小さい頃から植え付けられてるから、こっちのページダメよっていう、そのステーキのページはダメなのよ。そうだったんですね。だから俺もハンバーグのページしか選択肢がないから、あ、でもそれに対して反抗することもないぐらい子供の頃から吸い込まれてるから、はい、だから確かにあの何とも思わずにスルーしたの。ステーキのページとかロブスターがあっても何にも思わなかったの。もう無の感じ。私お家で食べたことなかったから、うん、ステーキのページとか見てもなんかその食べたいっていう欲がなかったんですよね。あ、でもステーキっていう高級な美味しい食べ物があるはもちろん知ってて、初めて食べたのは覚えてて、小学校3年か4年かどっちか忘れちゃったけど、それはね、親戚のおじちゃんが、はい、カメラマンやってたんだけど、はい、当時の西武球場の巨人戦のチケットをもらったの、はい、でその人の家の子供まだちっちゃかったのよ。でその姪っ子一個の中で年上で男の子っていうと俺だったのよ、うん、じゃあテル行こうぜっつって一緒に後楽園球場に野球を見に行った帰りに、もう122号線沿いのファミレスで、そのいやちょっとさ、俺このステーキっていうのは食べてみたいけど、あれなんだよねってボソッと言った時に、頼みなよっつって、で、そこで初めてステーキ食べさせてもらったの。どうでした？で、俺はすごい美味しいと思って、うわ、美味しいおじちゃんって言って食ってたんだけど、じゃあちょっと一切れきっちょうだいっつって、そのおじちゃんが食った時に、うわ、なんかちょっと筋っぽいなって言ったのよ。それは子供ながらに、どういう意味と思って。筋っぽい？何それと思って。それ大人になってから後で、あの時おっちゃんが言ってた、こう筋っぽい肉ってこういうことかみたいな。確かに。筋が残ってるやつねっていう。ああ、そういうことかと思ったけど。でも美味しかったですけどね。私、マックをあんまり食べられなかったんですよ、うん、そのちっちゃい時って、うん。朝マックだけ食べていい。マックには行っていいんだね。マックに、まあ、でも親としか行かないじゃないですか、はいはい、ちっちゃい時、小学校の時。だから、うん、でマック、なんか、あんま食べちゃダメだったんですけど、うん、朝マックだけ、なんか月に1回とか2ヶ月に1回だけ連れててくれるっていう家庭で育ったんですよ。だから、その朝マック以外のメニューを知らなくて、全然、うん。で、中学になってから、初めて、それこそ北進テストの帰り、はいはいはい、に北進テレビさんのあのテストね、あの埼玉県の。そうなんです。偏差値が出るやつね。北進テストの帰りに、初めて友達とマック行って、チキンクリップを食べた時に、すごい悪いことをしてる気分になって。ちょっと不良な感じ？そう。へぇ、こんなのをみんな食べてるんだ、みたいな。すごい美味しいと思って。マックね、マック食べさせてもらえなかったんで。うちは単純にマック食べさせてもらえなかったというよりはマックがなかったっす。あ、大宮にもなくて、多分へー、中学かな、高校の時に、多分大宮にマックできて、うん、もう我々は大宮第二公園のところにあるロッテリアがあって、あ、ロッテリアですよ、うちも朝買って。でも俺もずっとロッテリア、はい、でロッテリアで育てて、マクドナルドはもちろん知ってるけど、はい、全然ないから食べたことない、食べたいなとは思ってて、んで我が町に
できるっつって、ハンバーガーショップが駅前にできるぜっつって、マックじゃないかって噂が流れて、おで完成したらあのドムドムバーガーっていうね、あロッテリアの次がそうです。だからロッテリアで食べたけど駅前にできたのはドムドムバーガーで、やっぱドムドムのすごいところって、そのビーフ 100% って書いてあるけどマークがゾウっていう、もう意味わかんないじゃん、もうゾウの肉ではないか、そりゃそうだよな、そんなわけないもんな、まあまあ、っつって言いながら、なんでゾウなんだと思いながら、でうちもロッテリアがあって今はなくなっちゃったんですけど、うん、その後できたのがバーガーキング、あーバーガーキングね、大人になってから私そのバーガーキングの良さが分かったんですけど、そうなん、結局マックなんだよね、そう、ちっちゃい時はなんでマックできないのって思ってたけど、今となっては本当ありがとうって感じの、いやそうだって俺結局今ポテトとか俺ロッテリアのポテト食いたいんだもん、美味しいっすよ、美味しいのよ、私も大好きでした。でロッテリアの店舗が減っちゃってたから、もう確かにそうなんですよ、ね、そうなのよ、ロッテリアはねうまいのよ、埼玉食いてえないややめてください、ここであのたやすく食べたいって言うと届いちゃう可能性があるから、え本当にオーベルジーヌ食べてえわーオーベルジーヌの甘口食いてえわステーキも食べたいわやめてくださいいきなりステーキ2部のメニューいきますよ、はい、はい。それでは、日曜のヘッソ2部のメニュー紹介です。本日番組内でお届けするレースは3時10分から東京10レースグリーンチャンネルカップ、3時35分から京都11レース G2JRA70 周年記念京都大賞典、3時45分から東京11レース G2 毎日王冠、若手芸人の皆さんには G2 毎日王冠を予想してもらいます。土田カップ夢馬券ダービーでは太田プロ所属の若手芸人の皆さんに3000の軍資金を元手に馬券予想してもらいます。当たった馬券は応援メールをくれた方の中から抽選で還元しています、うん、本日から土田カップ第35シーズンがスタート。パピヨンボーイズの島ロドリゲスさんと泥まみれのシューさんの2人が卒業となった、知らないですね、覚えてないですね、の卒業となりましたので、はい、新メンバー2人が登場します。そうですね、いや9時もねすごい、あのさっきびっくりしました、あの外でお会いして、うん、あの方、うん、1人目の方、あの9時引いて、私さっき4回目って言ったじゃないですか、俺も聞いて何回目だっけって聞いたら5回目です。すごいよね、そんな帰ってくることあると、あんなに芸人さんいる中でなんで、そうしかも今回くじ引きの9時のあのそのあれの中の人が増えたんですよ、あさらに倍ぐらいになってるんですよ、それでまた引いてんだ、そうだから9時のあれがちっちゃくなったのにまた引いたから、うん、びっくりですこっちも、本当だよね、うん、まあでも楽しみですよ、楽しみですね、はい、はい、ということでこの後新メンバーが登場するのでお楽しみに。若手芸人さん、土田てるゆき日曜のへそではあなたからのメールをお待ちしています。メールアドレスはへそアットマーク 1242.com へそアットマーク 1242.com へそのスペルはHESO です。あなた AM1242 日本放送土田てるゆき日曜のへそ、当てればレギュラー、外せば卒業、若手芸人対抗土田カップ夢馬券ダービー。さあ今週から第35シーズンの開幕です。よっしゃよっしゃお願いします。さあ予想の難しい夏競馬をしっかり外れ馬券祭りで終えた夢馬券メンバーたち、なかなかね還元金を渡せずリスナーさんに見捨てられそうなピンチを救ったのがこの男、唯一生き残ったレギュラーの芸人さん、自己紹介お願いします。はい、このコーナーでの馬券回収率 152% ジュリー高橋です。すごいそうだったんだ、プラス出してます。すごい、まさかのまさかの計算しました。やっぱ当てる時でかいもんね、うん、そうなんですよ、一発でかいんで、ジュリーは確かに回収してるんですよ。すごいな、 152%。 そうなんですよ、ジャイの次はもうジュリーなジェジェで競馬枠いきます、ね、うん、すごいですね、すごい、はい、え何ヶ月目でしたっけ、5ヶ月目になります。すごいよね、連チャンで5ヶ月もいるなんて、さすがでございます、はい、さあ7月に卒業するも私のくじによって秒で出戻りすると、はい、9月には大きな当たりも的中させ、はい、土田カップの救世主になりまして、うん、今や風格まで出てきましたが、いかがでしたか。そうですね、もう先月ももう僕当てた時、うん、なんかもう
やっぱジュリー当ててくるなみたいな、その絶大な信頼を得てこんなにまでなってるのかと。あと俺だから5ヶ月前のジュリーが初めてこのラジオ来た時の声のトーン聞きたいよ。全然違うと思うよね。めっちゃ明るく、声のトーンがめっちゃ明るくなってる。もう自信がどんどんついてきちゃう。だって今腹から声出てる感ありますもん。なんかね、ネクラ塾なんて思わないもんね。ネクラっていうね、皮を被ってるだけな感じにしてきましたね。確かにね。いやすごい。はい、さあそして私が光り輝くゴールデンライトアームで引き当てた新レギュラーのお二人、自己紹介お願いします。はい、リスナーの皆さん、ただいまー。日曜のへそのフェニックスサルベース松山です。よろしくお願いします。すごい5回目さすがです。松山、はい、すごいよね。先週笑っちゃったもん。そう、聞いて一発目で、うん、サルベース松山って、松山さんまた、ま、何回出てくるんだよって。俺松山だけ20枚ぐらい入ってんじゃないかと思う、箱の中に。いや本当にでも100人ぐらい入ってるんですよあれ。そう、うん、あ、そんなに。そう、ガチでやってんの、はい、で前回も多分50数人ぐらいだったんですけど、はい、また増えて100人ぐらいになってるのに一発目に引いたから、はい、しかもめっちゃ、ま、混ぜてるんです毎回、うん、で違うとこから撮ってるのになんかね引き当ててちゃって、なんかね嫌なんかい。さあ、すごい。そして新メンバーです。あ、新メンバー、はい、芸歴3年目、ジェンダー、トランスジェンダー芸人のアレチの魔女です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、芸歴3年目、はい、はい、アレチの魔女、はい、アレチの魔女と申します。アレチの魔女はなんて呼んだらいいの？それこそだからほら、はい、ジュリーとか松山とかなったら、うん、はい、アレチの方なの？魔女の方なの？基本アレチで。アレチで。あ、アレチの方なんですね。はい、じゃあアレチで行きましょう。アレチさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ということで昔のレギュラーを復活させがちな私の右腕がね、またやりましたよ。うん、このコーナーでおなじみミャンマー軸やハジクで数々の伝説を作ってきた斉藤飛鳥推しのサルベース松山さんが復活です。はい。5度目のレギュラーということで、そうね、どうですか？そうですね。前戻ってきて。もう5度目で、今までもいろんな軸で予想してきて、うん、まあそれこそハジクだったり、ミャンマー軸だったり、サル軸とか、あとこれ誰も知らないんですけど、あの、血液型のブラッドタイプ軸っていうのとかも提出したんで、これは本当に誰も知らないです。1ヶ月ちゃんとやったんですけど。1ヶ月やったの？ 1 ヶ月それでやりきったんですけど。全然覚えてない。はい、もうこれ誰も知らないんですけど。あと俺もね、松山に関しても、本当あの、初めて出た時と、やっぱ声のトーン、ちょっと聞き比べたいよね。信じられないぐらい落ち着いてるもんね、もうね。確かに。私だって、その、多分松山さんが初めてこの番組いらっしゃった時、まだ私レギュラーじゃなかったので。はい、あ、そっかそっか、はい。その前だ。はい。その時の松山さんは私知らないので、うん、どんなもんか聞きたいですよね。いや、もともと落ち着いてるタイプだけど、こんなになんか、はいはい、LF ですね、みたいな感じで。あ、もう板についちゃった。もう全然、LF が。はい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 、みたいな。さすがでございます。さあ、そして、あ、ジュリーさんとのご関係は、あ、確かにこの辺芸歴は、はい、だからあれでしょ、アレチが3年目だから一番後輩、はい、はいはい、でジュリーが6年目で、はい、サルベース松山、サルベースは9年目になるんですけど、うん、あ、そっか、あ、3、6、9、はい、そうですね、はい、3年ごと3年ずつ、おお、すごいですね、子供みたいな感じね。3年おきでも、アレチさんはレギュラーのお知らせが来た時どう思いました？はい、アレチの魔女は、そうですね、なんかみんなどん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 呼ばれてってる、まあ、私の周りの人たちが呼ばれてってたんで、いろいろ聞いてたんですけど、話は、うん、みんな暗い顔してたんで、クビになるってそんなに怖いんだなと思って。誰が、あ、クビになった子らが、クビになった人たちが、そっか、まあまあまあ、言っても日曜日ちょっとね、仕事があったのがなくなるみたいなことだもんね。例えばどなた？あの、ペニーレインの倉辻さん。倉辻、ああ、倉辻はね。でも倉辻さん一回復活しましたもんね。そうそう。倉辻はだから2回出てんだよ。そうです。あ、そうなんですか。あそこの相方の方はね、もう二度と来ることはないです。片山、ね。なんだっけ、片山。片山だ、そうだ。片山。さすがですね。まあでも今回初めてということで、アレチさんは、土田さんとのご共演は？はい。あ、私一度もお会いしたことなくて。はい。初めましてです。はい。あ、そうだったんですね。はい。このコーナーのレギュラーは、でもじゃあ、噂で聞いてて、はい。狙ってましたか？狙ってました。あ、私、まあ、自分の YouTube で競馬やったりするぐらい、競馬が好きなんで。あ、そうなの？そうなんですよ。そうなんですね。羨ましいなと思ってました。じゃあ、全然大丈夫なんだ。はい。じゃあもう、頑張ります。なんかガチガチできそうですね。ちょっとガチ勢3人かもしれないですね。確かに。なんかあの違うベクトルのガチ勢。そう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 。なんか戦い方が違う感じしますよね。そうね。うん。
なんかレギュラーみたいなの初めてですか？はい、もうメディア出演が初めてなので、あれ、ちぐまじょ。そうなんだ。はい、へー、テレビとかでネタやってるとかもなく？ないです、一度も。へー、すごい。なんで？ピンですか？ピン芸人なんですよ、あれ、ちぐまじょっていう。そうなんですね。はい、え、なんかほら、太田プロって J じゃねえや。G。G1 とかいろいろあるじゃない。はい。あの、どの辺にいるの？私も G6 って一番下です。あ、一番下なんだ。はい。でも、一番下もすごい、ね。そう、一番下も、だってオーディションで入らないといけないですか？まあまあ。神宮寺閉まるとか全然入れない。大門洋作とかも入ってこない。G6。え、ちなみに、サルベスさんは今？今月 G2 なんですけど、G1、G2 を行ったり。そうね。だからやっぱここはネタで評価されてるし、はい、して。はい、ジェリーさんは解散しちゃったけど、ね。解散して、この前あの G6 のネタ見せあったんですけど、それ落ちまして、で僕の元相方が受かってて、来ます。ネタ作ってない方がその受かってる。もうどうやってやったらいいの？僕競馬しかないんですよ。競馬しかない。確かにここにかける思いが。そんなことはねえけど。人一倍ありそうですけども、競馬はどれぐらい前からやられてるんですか？ああ、そうですね。でも5年前ぐらいからちょこちょこやるようになって、G1 とかは大体かけてますね。すごい。これまでどれぐらい、なんか最高どれぐらいだったとかありますか？いや、でも、かけてる額が全然なんで、2万円とかなんですけど、それでも当てたいと思います。確かに。はい、強力な、ね。そうですね。あれ、戦いが、あれになりそう、あれになりそう。あれになりそうだ。何になりそうだんですか？え、なんか、結構バチバチしてるなっていう。なんか前回が割と、静かな感じだったから、声も出てるし、すごいなって思って。だから、前回、前々回が、信じられないぐらい声出てなかった。誰だか、誰が喋ってるか分かんねえし、リスナーにね、言われて。そうなんですよ。だから、そうそう、なんかすごい、今回はなんか圧がすごいなって思って楽しみです。はい、確かに。というわけで、皆さん、これからは秋競馬でビッグレースが続いていきます。うん、このスタカップも盛り上がるように皆さん頑張っていってください。はい、それではレースまで時間があるので、皆さんギリギリまで予想お願いします。はい。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい。車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めてない方も、0120-66-4747。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。石破総理大臣は今日、自民党派閥裏金事件で政治資金収支報告書に不記載があった議員の公認問題について、森山幹事長ら自民党幹部と党本部で再協議しました。自民党は都道府県連の意向に沿って原則公認する案を検討しています。一方、石破総理は旧安倍派議員への聴取も調整していて、結果次第で一部を公認から除外する余地も残していて、今月15日の衆議院選挙の公示に向け調整を急ぐ方針です。自民党の小野寺逸則政務調査会長は今日のテレビ番組で、国民が今一番困っている、物価高で苦しむところに手を差し伸べる今年度の補正予算案を速やかに組み手当てしないといけないと述べ、電気ガス料金やガソリン代の補助金を延長する可能性に触れました。国書対策として復活させた電気ガス料金の補助は今月使用分で打ち切る予定で、ガソリン価格の補助は年内で期限を迎えます。おしまいに、アメリカメジャーリーグのプレーオフは5日第1戦が各地で行われ、ナショナルリーグでドジャースの大谷翔平選手はパドレス戦に1番指名打者で出場し、2回にポストシーズン初本塁打となるスリーランホームランを放ちました。日本選手のポストシーズンでのホームランは2012年のイチロー選手以来12年ぶりです。大谷選手は5打数2安打3打点で、試合はドジャースが7対5で初戦を勝利で飾りました。以上、日本放送ニュースでした。ありがとうございました。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93。 はい、関越道の上り線が事故のため渋滞しています。関越道の上り線は東松山インター付近で乗用車同士の事故のため6キロ渋滞しています。嵐山小川インターから鶴ヶ島インターまでの所要時間は35分です。
中央道の上り線は東京と神奈川の境の小仏トンネルを先頭に12キロの渋滞、国立府中インター付近でも2キロ渋滞しています。東名高速道路の上り線は神奈川県の綾瀬スマートインターで1キロの渋滞、東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上り線はアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道まで9キロ渋滞しています。京葉道路の上り線は穴川インターで6キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの10月26日横浜アリーナで開催するナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭公式グッズ、ただいま大好評発売中。 T シャツ、タオル、マグカップ、靴べら、みんなが欲しかったあのアイテムを手に入れるチャンス。グッズの詳細はナイナイ歌謡祭の公式サイトをチェック。買うしかないんじゃない。日曜のお昼、まったりゆるーく生放送でお送りしています。 FM93 AM1242 土田てるゆき日曜のへそ。さあ、今週のメールテーマ、パーティーの思い出なんですが、ちょっと一通だけ皆さんにご報告というメールが来てるんで、読んでよろしいでしょうか。はい、埼玉県の徳川家梨さん、以前七夕のお願いというメールテーマの日に女の子と遊園地デートに行きたいとメールを送ったものです。進展がありましたのでご報告させていただきます。ドキドキ。実は9月に彼女ができ、2回目のデートでディズニーデートをしました。毎日とても幸せです。来週の土曜、彼女の誕生日なので、お泊まりディズニーに行きます。今からとても楽しみですという、勝ち組からメールが来ました。すごーい。やったな。やったな、徳川家梨。すごいじゃん。ね、よかったね。よかった。でも7月に、あれ、七夕のお願いっていうメールテーマ。そうですね。うん。進展があって。そう、だからまあその時デート行きたいとかって言ってたけど、まあ、9月に。先月ですね、彼女ができ、はい、だまあだ9月に2回デートしたんじゃない。でも2回目のデートでディズニーデートをしましたみたいなってすごくないですか。割となんかピョンピョンって飛んできましたよね。あ、そうなんだ。なんか2回目とかってディズニー結構私の中ではハードル高いかも。へえ、あのね、うん、もうそのデートっていうのがどういうものなのかがもうマジでわからないのよ。わかる？わかります。私もわかりますよ。25、6年前の話だから。はい。全くわかんないんだよね。そのなんか感覚が。そうですよね。そう。難しいですよね、デートって。いや、わかんない。難しかったのかどうかも。あそこにデート行ったのは覚えてるけど、なんかその時の気持ちとかがもうあんまわかんない。17歳、ピアノ少女。お。小学生の時に通っていた英会話教室では毎年クリスマスパーティーがありました。うん。ゲームをしたりクリスマスソングを歌ったりして最後にプレゼント交換をしました。はい。一人一人がプレゼントを持ち寄り大きな輪になって音楽をかけ隣の人にプレゼントを回し音楽が止まった時に持っていたプレゼントをもらえるという感じです。はい。小学6年生最後のクリスマスパーティーの時まあまあ大きな袋を手にしました。うん。するとアメリカ人のボブ先生が拍手をしながら私に近づいてきて君はラッキーガールだと握手を求めてきました。うん。はい。その場で袋を開けてみると中に入っていたのは忍者のコスプレセットでした。その時は空気を読んで笑顔でいましたが家に帰って少しだけ泣きました。ちなみに忍者のコスプレセットは今でもクローゼットの奥の方に忍ばせています。忍者だけに。さすが。お二人はもらって困ったプレゼントはありますかって。ああ。もらって困ったプレゼント？いっぱいあるんじゃない？あんまないかも。あ、本当？もらって困ったプレゼントって何ですか？逆に。なんかほら、まあ、要は使わないものとかもらったりとかすると困るなとか、例えば食べ物とかでもあんま好きじゃないものもらったら困るなとかも。覚えてないな。人からもらったものだと覚えてない。違くて何いただいても嬉しいと。何いただいても嬉しい。あ、ただ私本当にもう申し訳ないなって思うんですけど、はい、もうマジでアクセサリーはなくす。知らない。もう本当に私もう大親友からピアスを2年連続いただいてるんですけど、どっちもなくしてる。ごめんなさい。それってさ、つけてるってこと？
はい、つけてます。だからほら、毎日つけててなくしちゃうのは、なんならもう100歩言ってしょうがないじゃん。あ、でもつけててくれたんだ、ありがとうだけど、どっかにしまってなくす方が、使っちゃいねえし、なくすし、みたいになるから。いや、なんですかね。わ、なんか、指輪とかはなくさないんですよ。ああ、そういうもんなんだ。でもなんか、ピアスって、多分、なんだろう。それに置いたりするの？置いちゃうんすよ、私。ピアスって、家帰ったら、すぐ取るものなの？あ、人にも言うんだろうけど。全部取ります。私。指輪とかも？そう、手洗う前に全部取ってから、手洗って、みたいなので、その時に全部ネックレスとか、ピアスとか。ほんでもさ、ずっとつけてんなら、外出してる時とか、なくさないんじゃないの？どっかで取っちゃう？って思うじゃないですか。うん、やっぱ、ちょっと酔っ払うと、私指輪もそうなんですけど。酔っ払うとか。そうなんですよ。置きたくなっちゃって。で、だから逆に私の酔っ払ってお手洗いに行くときも外しそうになるから、酔っ払い始めると指輪は、取って、カバンの中絶対しまうんです。でもピアスはなんか忘れちゃうんです。まあでもその、やっぱ酔ってるときはしょうがない。俺はお酒飲んで帰ってきてもやっぱ、匂いが嫌だからお風呂入りたくなっちゃう。そうですね。でも良くないから体に湯船使うのは、はい。お風呂、お酒飲んでるから。だから絶対シャワーにしようとするわけ。で、酔いながらも、だからお風呂抜くの、お湯。はい。で、シャワー浴びてんの。はい。これだけ気がついたら、お湯何にも入ってない浴槽に寝っ転がってたそこで寝てたすごくない？酔っ払いだな。俺も風邪ひいて死んじゃうよ。寒くて起きたら、あれ浴槽で湯もねえ。全裸でと思う。で、湯がなくてよかったです。本当に。まあまあまあ、そうね。本当に危ないんで。あれ、お風呂で寝るってないらしいもんね。お風呂で寝てるときって気を失ってるんでしょ？ですよね。そう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 。いや、本当気をつけてください。いや、そうですね。まさかピアノ少女かな。お風呂で寝てる話までなりましたけど。じゃ続いて。はい。横浜市の65歳、マナロワイヤル。うん。パーティーの思い出といえば、6年前の冬に、妻と2人で参加した、沖縄、9日間、クルーズです。まあね、もうマナロワイヤルさんはね、お金を持ってるんですよね。確かに。全部メールそうですよね。はい。コスタ・ネオ・ロマンティカというイタリアの客船だったんですが、ドレスコードのパーティーが何度かあって、うん、荷物を極力少なくしていた私は、霧吹くに頭を悩ませていました。はあ、フォーマルナイトの日は、ストライプのダークスーツに黒のワイシャツに派手な黄色っぽいネクタイ、ホワイトナイトの日は黒のスラックスに白のタートルネックセーター、イタリアンナイト、いろんなナイトがあるなの日はイタリアの国旗の色の赤白緑の服や小物を身につけようということで、黒のデニムに真っ赤なダウンボタンダウンシャツ、トロピカルナイトの日は、トロピカルナイトなんだよそれは、グレーのスラックスに薄いピンクのワイシャツと、光沢のある濃いピンクのネクタイ、はい。妻は和服を用意したり、カクテルドレスを用意したりで、私の何倍も大変だったようです。なんじゃこの話は多分私たちが想像してるパーティーには、じゃない。まあ、そうですね、うん。想像できたパーティーじゃなかったですね。この間それこそうちピーで豪華客船乗りましたけど、はい、あ、すごいなと思ったけど、乗りながら、まあ一生乗ることないんだろうなと思いながらいましたから、やっぱすごいですよね。でもなんかたまにパーティーあるんだ。ドレスコードのあるお店とか行くと、なんかいいですよね。ドレスコードのある店って、なんなの？どこで教えてくれるの？その店が、はなんかこうちゃんとした服で来てくださいって誰が教えてくれるの？なんか、その、食べログに書いてある？食べログっていうか、その、なんだろう、送られてきたご飯屋さんを見て、あ、これはデニムではいけないな、みたいなの時とかは、そんなにきらびやかにしないですけど。へぇー、俺、人生でマジで一回もないんだよね、そういうところ、多分。服を気にして行ったことない。それこそ私、イギリス行った時とかは、もうめちゃめちゃ気遣いました。その、アフタヌーンティーに行くのにも、やっぱり、そのドレスコードじゃないですけど、そのなんか、あんまり、そのフォーマルめな格好で行った方がいいって書いてあったから、そういう時とかにやりますかね。日本のどこにあるのそれ？銀座？どこ？青山？知らない。あんま行ったことない。マジで行ったことないんだよね。そのだから、なんか、この店はドレスコードなので、みたいな。
ドレスコードのある店ってどこに書いてあるんですかね。ね。食べログに書いて。誰が知らせてくれんの。ホームページに書いてありますか。だってでもこの店来てくださいって言われて、そのお店のホームページなんていちいち見なかったりするじゃない。そうですね。場所がどこかだけ調べるだけだから、あと写真見てうまそうって思うぐらいだから。ゴルフ場とかもありますね。え、ゴルフ場も。ジャケット着ない。え、でも夏短パンでもよかったりするでしょ。で、場所もありますけど、そのクラブハウス内はジャケットと。ふざけんじゃないよ。またゴルフ離れが始まるよ。でもマナロワイヤルさんってほんとすごいですね。すごいよ。だからマジであの家見たいもん。あ、場所、場所ですか。でもお金持ちのところだ。そうですよ。さすがですね。そりゃそうです。お金持ちのところ。お金持ち、住所見てあーじゃないの。あ、じゃあ CM でーす。FM93 AM1242 土田テレビ日曜のへそ、番組ではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスはへそアットマーク 1242.com、 へそアットマーク 1242.com、 あなたからのメールお待ちしています。競馬8週刊ギャロップがお送りしています。中央競馬専門誌競馬8から耳寄りなお知らせ。全レース掲載の競馬8が全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機でプリントできます。買う時間なくて近くで売ってないんだよね、そんな悩みも一挙に解決。レース前日午後2時頃から発売。さあ競馬8でやるぞ。昨日のレースに勝った馬はギャロップに詳しく載ってるよ。今週末のレース注目馬はギャロップに詳しく載ってるよ。週刊ギャロップは毎週月曜発売。充実のカラーグラビア、きめ細かいデータ。 AM1242 土田てりゆき日曜のへそ、パートナーはこの方、新内舞がお送りしています。それでは東京10レースグリーンチャンネルカップの実況中継をお届けします。実況は日本放送煙山光則アナウンサーです。はい、死ぬまでにドレスコードのあるレストランに1回でいいから行ってみたいですね。ぜひ。新内さんすごいな。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。もうそれが普通ですもんね。いや、どんどん何言ってんですか。さあ、それではレースをお伝えします。まだスターターは移動を始めておりません。第10競走はグリーンチャンネルカップリステッド競走ダート。東京競馬場10レースはダートの 1600m グリーンチャンネルカップリステッド競走。 1600m ダート戦で16頭です。今日は芝、量、ダートは重馬場でレースが行われています。向こう上面の右手の枠入りが進んでいます。1番人気13番のサトノルフィアンで 4.1 倍、2番人気16番のペリアイル 4.5 倍で差のない2番人気です。さあ、あと1頭になりました。3番人気は5番のタマモロック 5.7 倍、4番人気12番のデシエルと 6.7 倍です。一番最後に16番のペリエールが、4番の湘南ライシンが柴田義富インコースを通って一気に伸びてきました。湘南ライシン1着、そして5番のタマモロックが2着の体勢です。その後離れて16番のペリエール、人気の13番サトノルフィアンは直線伸びることはできませんでした。勝ち時計1分34秒2、ゴールまで4カロン48秒6、3カロンは36秒4、最後内から4番の湘南ライシンが捉えました。2着5番タマモロック、手元の計算では単勝4番は42倍、馬連4番5番は 163.7 倍、馬単4番5番は365.3 倍と荒れました。馬単は4番5番 365.3 倍、3連複4番5番16番で215倍、3連単4番5番16番は 2490.3 倍と荒れています。一応の通過順が上がりました。1着4番の湘南ライシン、2着5番のタマモロック、3着16番ペリエール、4着は1番のゼットリアン、5着15番のバグラダスで点滅しています。第10競走のグリーンチャンネルカップ、勝ったのは4番の湘南ライシンでした。東京10レースグリーンチャンネルカップをお届けしました。なお、レース結果と払い戻しについては主催者発表のものをご確認ください。あー、腰の痛みでもささっと一塗りバンテリン。
効き目の成分がススーッと痛い患部まで入っていって痛みを直に取ってくれる。これがバンテリンコーア液アルファの効き目です。痛いとくればバンテリン第2類医薬品です。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ショークテツルメです。日曜夕方上ちゃんと二人で喋ってます。上柳雅彦です。1時間半トークと鶴瓶さんの選曲でお届けしています。時々ゲストを迎えて喋ってます。メールもお待ちしています。鶴瓶アットマーク 1242.com です。ぜひ聞いてください。一着馬には天皇賞秋 G1 天皇賞秋への優先出走権が与えられるレースです。パドック解説は競馬エイタの星正彦さんです。星さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今年の毎日王冠は出走14頭、それでは番号順に見ていただきたいと思います。まずは1番のヤマニンサルバム、今日は5ヶ月休み明けマイナス2キロいかがでしょうか。はい、若干ね茶化ついてね、テンション高いんですが、はい、体はできてますし、うん、そう発汗とかがないんでね、まあまあまずまずの仕上がりなのかなって印象ですね。そうですか。はい、そして2番のホウオウビスケッツ、こちらマイナス4キロ3番人気です。はい、体も高馬体ですし、落ち着いた中にもね程よく気合いが乗って集中力ありますんでね、はい、高仕上がりですね。ホウオウビスケッツは2人引きです。それから3番の西のスーベニア、今日はプラス10キロ4ヶ月休み明け。はい、もともと大型馬ですしね、10キロ増えても全く違和感ないですし、はい、休み明けですが、落ち着き十分にねなかなか力強いアクションを見せてますんで高仕上がりですね。はい、続いて4番の空手、今日はマイナス4キロ、こちらも3ヶ月半の休み明け。はい、大型馬ですが体は仕上がってるんですが、全体的に身のこなしが硬いんでね、ちょっと初戦はどうかなといった印象ですね。そして5番のエアファンディタ、マイナス16キロ7歳馬いかがでしょうか。はい、まあ、前回休み明けでねちょっと余裕があったにしてもちょっと減って、ちょっと体の張りは一息ですし、はい、気配も平凡なんでねどうですかねその点。そして6番のシルトホルン、マイナス8キロ4歳馬いかがでしょうか。はい、まあ、馬体はいいんですけどねちょっと全体的に前さばき硬いんでね、その点ちょっと気になりますね。そして7番のダノンエアズロック、今ちょっと首の上げ下げが激しくなっていますがプラス6キロ4ヶ月半の休み明け。はい、高馬体が目立つんですけどね、やはりおっしゃってるように、はい、ちょっと集中力変えてうるさいんでね、そのあたりはちょっとねどうなんですかね。はい、続いて8番のトップナイフ、こちらプラス4キロいかがでしょう。はい、張りのある高馬体も目立ちますしね、保養なんかもスムーズなんで、まずまずの仕上がりにあると思いますね。そして9番のローシャムパークは2番人気です。マイナス4キロ、この東京芝 1800m 2戦2勝と得意としていますがどうでしょうか。はい、馬体もきっちりと仕上がってますし、時折、ね、テンションの高い時はあるんですが今日は非常に集中力も保ててますし、はい、高仕上がりですね。そしてその後ろ10番のマテンロースカイ、前走は UAE での競馬でしたので海外のレースは馬体重の計測計量はありません。ですから前回と今回の馬体重の差は計量不能となっていますが、前々走中山記念の時と比べますと今日はマイナス10キロ、マテンロースカイいかがでしょうか。そうですね、体はできてるんですが若干ねテンション高くて、身のこなしもちょっと硬いんでね、その点どうかなといった印象ですね。はい、続いて11番のシックスペンスは1番人気です。こちらは今日はプラス14キロルメール騎乗、どうでしょう。はい、14キロ、増えてますが全く問題ないですし、そうですか、パドックではねあまりねいい感じで見せないタイプなんですが、はい、今日ちょっと固めなんでね、身のこなしがもともと、それでそれでもねこの馬としてはねまだね柔らかみがある方ですし、程よく気合いも乗って仕上がりは上々ですね。はい、そして12番のヨーホーレイク、6歳馬マイナス4キロ。はい、久々ですが体はできてますしシャープな身のこなしも目立ちますのでね、高仕上がりです。続いて13番のオフトレイル、今日はマイナス2キロ3歳馬です。はい、体はできてますがちょっと物見したりとか集中力変えてますんでね、そのあたりがどうかなといった印象です。そして最後14番のエルトンバローズは去年のこの毎日王冠の、優勝馬でもあります、勝ち馬でもあります。プラス4キロいかがでしょう。はい、体はきっちりとできてますし、はい、前へ前へとね非常に活気もありますし柔らかみもね感じ取れますんで、はい、高仕上がりです。
さあ、1番から14番まで全14頭星さんには見ていただきましたが、この中でよく見えた馬数頭を挙げてください。はい、うちの方から言いますと2番のホーオービスケッツ、2番のホーオービスケッツ、はい、9番のローシャムパーク、9番のローシャムパーク、11番シックスペンス、11番のシックスペンス、12番のヨーホーレイク、12番12番のヨーホーレイク、はい、14番のエルトンバローズですね。14番のエルトンバローズ5頭、2番9番11番12番14番と挙げていただきましたが、ではこの5頭の中でズバリ推奨馬ナンバーワンお願いいたします。はい、私競馬エイト市場でも20丸打ちましたが、6枠9番のローシャムパーク、はい、非常にいい仕上がりだと思いますね。そうですか、9番のローシャムパーク、はい、今日はマイナス4キロでレースに臨みます。ということで毎日王冠パドック解説は競馬エイト星正彦さんでした。星さんどうもありがとうございました。はい、失礼します。以上東京競馬場パドックからお伝えしました。東京11レース G2 毎日王冠のパドック中継をお伝えしました。キリさん夢馬券大予想、このあと3時45分からは G2 毎日王冠を完全実況中継。ここで競馬予想サイトウマニティのカリスマ予想家キリさんの予想を聞いてみましょう。キリさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。毎日王冠の注目馬3頭を教えてください。まずは本命馬から。はい、11番のシックスペンスです。こちら前走の日本ダービーでは、はい、スタート直後こそ落ち着いた走りをしていたんですが、うん、1コーナーに差し掛かるあたりで一気に他の馬に囲まれる格好になると、はい、テンションがぐわっと上がってしまって力んだ走りになってしまいました。もともと血統面で 2400m という距離に不安があった馬ですから、はい、そんな馬がそうした状態になってしまえば最後で甘くなるのも仕方のないところだと思います。で今回の 1800m であればそうした心配少ないと言えますし、はい、同じ距離だった春のスプリングステークスでは直線で一気に後続をちぎるすごい瞬発力を発揮していますので、ここでも道中リズムよく運ぶことができれば同様の豪快な伸びを見せても不思議ないと考えています。続いて対抗馬を教えてください。12番のヨーホーレイクです。この馬は長い休養を挟んで復帰したんですが、ここまでその影響を感じさせないレベルの高い走りを続けています。本質的には 2000m ぐらいは適距離だと思うのですが、はい、若い頃に比べると気象面でかなり前向きになっているように見受けられますので、はい、今回の 1800m という距離の流れがフィットする可能性がありそうです。道中の力みを落ち着けて足を試さえすれば瞬発力は上位ですので、はい、そうした形が叶えば直線で見せ場を作ってくれると思います。最後に黒三角を教えてください。2番のホーオービスケッツです。こちら夏の函館で2連勝してここに臨んできているんですが、その内容が妙に強くて本格化しているんじゃないかという可能性を感じる馬です。以前は難しい気象が爆弾のようになっていた馬ですが、ここに相場は道中の力みが強くても直線で後続を引き離すような足を使えていますし、もともと日本ダービーで6着に入るなど東京でも悪くない走りを見せている馬ですから、ここも恋から逃げ馬を目標に運ぶような立ち回りが叶えば長い直線でも粘り込みは可能と考えています。キリさんの注目馬3頭は本命11番のシックスペンス、対抗12番のヨーホーレイク、黒三角2番のホーオービスケッツです。それでは最後にキリさんの一押しの解明を教えてください。はい、11番シックスペンスから12番ヨーホーレイクと2番ホーオービスケッツへの馬連です。はい、キリさんありがとうございました。ありがとうございました。 G2 毎日王冠キリさんの夢馬券は一押しの解明11番12番11番2番の馬連を中心に合計1万円分で勝負。キリさんの詳しい予想は競馬予想サイトウマニティをご覧ください。 FM93 AM1242 日本放送土田照之夢馬券ダービー。さあというわけで今週から第35回記念シーズンがスタートです。 よっしゃやったー。これさっきと違いますね。もう声出てますよね。声出てましたね。なぜならサルベースの松山さんがねここだけは声出していこう後輩2人にね、はい、あジュリーさんの昔の声がある。ちょっと聞きたいですね。はじめまして、人形伝説のジュリー高橋です。お願いします。全く知らない。ジュリー高橋です。人形伝説のジュリー高橋。すごいな。ジュリーさんはどっちなんですか、はい、ツッコミとボケは。僕ツッコミですね。あんまりツッコミの精神が喋ってないゆっくりしたツッコミが。コント漫才。コントです。ああ、やっぱコントだね、はい。そうなんですね。はい、ジュリーの沢田健二さんを応援します。いやいや、そちらジュリーじゃないわ。
元気なんですすごいね。まさかこの間にジュリーの過去のやつを探してて編集してくれてるとは。恥ずかしい。恥ずかしい。意外と元気。意外と元気でしたね。確かに。そうですよね。思ったより元気だったね。頑張ってた。初登場は元気だったんですね。あ、一発目は、まあ、そうだね。ちょっとだんだん上げるもん。でだんだん普通になってきて。本当にツッコミだったんですか。いやツッコミですよ。え？いや確かに A だよさあということで改めてメンバーはただのネクラから陽キャになりつつある、ジュリー高橋さん、はい、軸予想の申し子サルベース松山さん、うん、そしてトランスジェンダー芸人のアラチ、アレチの魔女さん、はい、この3人です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速予想に参りましょう。今回予想するレースはここ20年間、うん、一番人気の馬が10勝と本命馬が強い傾向にあるレース、うん、G2 毎日王冠です。それでは皆さんの予想発表と参りましょう。ではまずはジュリー高橋さんお願いします。はい、僕は引き続きネクラシェアハウス軸で行かせていただきます。はい、同期の芸人浜野と辺見浜野と、ピン芸人銀麦ヤンマとシェアハウスしてるんですけど、うん、まあ、全員相変わらずネクラということで、うん、もう浜野とは3年ぐらい一緒に住んでるんですけど、銀麦ヤンマ途中から入ってきて、うん、でもこんな長く住んでるとなんかちょっとやっぱ良くない関係になってきてるなというか、どういう、ちょっと変な話なんですけど、先週あの3人で焼肉を食べに行ったって話なんですけど、はいはい、その会計が1万2000円で、まあ、1人4000円なんですけど、うん、その僕が今酔ってたっていうのもあって、こうなんかお金のやり取りでちょっとミスって、ヤンマが4000円で、僕がなんか間違って8000円払って、うん、浜野が払ってない計算になってたんですよ、お金のやり取りしてる中で、はい、でそれで次の日僕はそれ気づいて、浜野にごめんちょっと多く払ってたわって LINE したんですけど、うん、1日無視されてて、浜野はやっぱそのお金のことに関してはやっぱすぐピリつくんで、いやまたあいつピリついてんなと思ってやだなと思ってたんですよ、うんうんうん、でまあ浜野家に帰ってきたんですけど、いつもなんか鼻歌歌いながら帰ってくるんですけど、うん、無言で帰ってきて、あやっぱちょっと不機嫌になってるな、やだなと思って、うん、でまあまあその僕のミスでもあるんで、じゃあ分かった、この多分4000円俺多く出してるけど、じゃあ2000円もらうわ、それで手を打とう、僕もそう衝突したくないんで、うん、もうそれでいいやと思って言って浜野に払ってもらったんですよ2000円、うん、そしたらその浜野が実はその焼肉屋出た時点で俺金増えてるなって思ってたって、で気づいてたんですよ、その自分が払ってないということで、で僕に言ってこなかったんですよ、うん、それはあわよくばそのお金払ってない状態で焼肉を食べたいっていうのがあってでもっとセコすぎますね。僕はそれを言われた時も不機嫌な感じ出せばジュリーは衝突を避けたがるからうまくいけばこれいけるぞっていうことでやってたらしいです。これは良くないぞって言われて、僕そのムカつくとかじゃなくて悔しくてその場を支配するゲームにそう完全に敗北したので、ね、ああなるほどなるほど、悔しいと思って、なんならその将棋の感想戦みたいに、うん、あの時だから俺逆に鼻歌歌ってなかったでしょ、あれ不機嫌な感じ出そうと思ってたんだよねみたいに言われてあれだ、そっか、あれやってたんだみたいな、こうなんならちょっと盛り上がってたんですよ。そう、ギムギヤンマがちょっとおかしいよお前たちって言って、そのこういうの話変味とかにしてもちょっと気持ち悪いよその関係、うん、僕としてはなんか納得したんですよ、ゲームに敗北したから2000円失ったっていう。でも本当なんか一緒に住みすぎて、そのなんか2人だけ の, そのなんか奇妙なこのルールができてるというか、すごいですねちょっと良くないのかもしれないなって思ったということがありました。浜野もそんな種明かししてこないもそれも含めて流れられてる、種明かししても僕が多分、うん、じゃあ2000よこせって言ってこないっていう、ね、分かってるからね。そうなんですよ、悔しくてそれも含めて俺だったら倍の4000取るけどね。そうなんですよ僕がその衝突避けたがるというところにつけ込まれたというところも悔しくて、絶対負けないようにしようと思いました。すげえ。というわけで予想なんですけれども、はいはいはい、もやっとする忘れてたエピソードトークでした、まあはいまあ、2000円もらったということで2番、はい、で会計が1万2000円だったということで12番、はい、でまあ浜野に苦渋を飲まされたということで9番おで2912で生まれんボックスで各1000円、買いました。はいきます。すごい、またすごい3つしか買ってない。3点で、はいはい、はい、じゃあ続きましてサルベース松山さんお願いします。まずは何軸でいきましょう。はい、今回ですね、私慢性鼻炎で年中鼻づまりに悩まされてまして、もう四六時中鼻のことだけ考えてるんですよ。なるほど。なので今回鼻軸で勝負します。鼻軸、歯の、はい、歯軸じゃなく鼻軸で、なんでこの軸を今までやってなかったんだってぐらい
不思議なぐらい。はい、花軸ですね。で、今回ですね、まず選んだ馬が、4番の空手ですね、はい、これ理由が、皆さん鼻の穴って2つですよね。はい、はい、これ人の祖先ってもともと4つあったらしいんですよ。はい、鼻の穴が、鼻の穴が、はい、地球上の生物ってあの全て海から生まれて進化してきたんですけど、はいはい、魚類は今でも鼻の穴は4つあるらしいんです。はい、2個だと思ってた。で、私たちの顔には涙点っていう涙が出てくる小さな穴が、目頭にありますよね。これ涙が出ると鼻水も一緒に出てきますよね。出ます。これは涙点と鼻がつながっていて、鼻の穴が4つあった名残と言われてるんです。はい、ということで、4番の単勝、空手の単勝を選びました。はい、で続いて、14番エルトン・バローズ。はい、これ理由はですね、僕の相方に織田という男がいるんですけど、はい、これ高校の同級生で、で織田とよく高校の時に校舎の中庭で2人で寝転がってたんですけど、あの折りたっていう男は鼻の穴が異常に大きくて、確かに、はい、大きいですよ。確かに。だからうちらわかんないから。すごい大きくて、中庭にあのちっちゃい木の実がたくさん落ちてたんですよ。これ試しに何個生えるかやってみようって話になって、これ皆さん絶対真似しないでください。そうだね、危ないんだ、はい、でこれ入れたらもう入るわ入るわ。で最終的に14個入ったんです。鼻の穴ち、もうちょっと、本当、びっくりしました。14番買いたいだけで、これは。違います、その時の。ということで、14番エルトン・バローズですね。はい、で最後に、931の3連単、クサイの3連単を選びました。なるほど。はい、以上になります。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、どうでした、辻田さん。見ました、降りたくんですか。はい。はい、確か言われれば鼻の穴は大きいかなとは思いますけども、あの奥が深いんですよ。奥も深いんですよ。あ、14個入る、はい、じゃあ77で入ったってことですか。それが68です。嘘つけ。これが不思議、これが不思議なんです。本当に。じゃあ次まして、アレチの魔女さん、お願いします。はい、何軸でいきましょう。私はトランスジェンダー軸でいこうと思います。なるほど、はい、じゃあお願いします。今日、14頭いるんですけど、10番のマテンロースカイがあの、はい、センバでして、センバ、はい、センバっていうのがあの気性の荒いオス馬を、はい、去勢することで、そのホルモンバランスを変えておとなしくさせると。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へえ。で、私もあのいつか去勢したいと思ってるので、はい、私の先輩であるマテンロースカイさんを軸に予想すると思っております。で、私18歳の時に初めて女装してデートしたことがあるんですけど、はい、なるほど。ネットで知り合った人と待ち合わせたんですけど、はい、ちょっと最初は女の子の格好で沿っている勇気がなくて、うん、待ち合わせまでは男の子の格好で行って、カラオケに入って、で着替えて、はい、部屋に着いてから、じゃあ着替えてくるねって言って取りに行って着替えてきたんですよ。うん、でもなんかその服めちゃくちゃ迷っちゃって、なんかセンスないんじゃないかみたいになっちゃって、最終的に私メイド服で行ったんですね。これなら間違いないだろうと思って、男の人好きだろうと思って、メイド服で行ったんですけど、ガチャって部屋戻って、どうかなって聞いたら、なんか相手も、なんて言ったらいいか分かんなくて、あ、結構こういうの生地しっかりしてるんだねって。生地を褒められて、あれ可愛いって言われたかったのになみたいな、うんうん。そういう苦い思い出があるんですけど、はい、その時のメイド服が9000円だったんで。あ、結構しっかりめの。結構しっかりめのやつを。しっかりめのメイド服を、はい。買ったんで、ちょっと今回10番軸で、その相手が、はい、9000円だったんで、9番、はい、で、トランスジェンダーが第3の性別って言われてるんで、その3番も相手に立てました。はい、あと11番と12番の4口。でお願いします。はい、じゃあもう10来なかったらダメなんだ。10は絶対来てほしいです、ね。はあ、なるほど。結構ばらけてんのか。そうですね、今回は。そうだね、ばらけてる感じがしますけども、はい、じゃあ応援メール、うん、いきましょうか。はい、ジュリーさんからいきますね。はい、小麦さんからいただきました。はい、今日もジュリー高橋さんを応援しま す。今期は手強いメンバーになりましたね。スタートダッシュが大事です。当てに行きましょう。はい、当てに行きま す、 ます。で、湘南の営業マンさんです。新シーズンですね。今シーズンももちろんジュリー高橋さんを応援します。はい、なんだかんだ安定のレギュラーメンバーに定着してきました。はい、そろそろ競馬の仕事なんか入ってきたりしてないんですか。あ、嬉しい。一周、はい、全くまあ音沙汰はないですけど嬉しいですね。はい、ジャイっていう化け物がいます。オータープロでも無理です。もう
続きまして、のんびり日和さんです。今週もジュリー高橋さんを応援します。新シーズンのスタート、たまに大きく当てるジュリーさんだけがわずかな希望の光です。はい、他の2人はシュウさんと島さんのように全く期待できませんので、どうにもなりません。シュウよりは全然いいですからね。シュウよりは絶対いいです、うん、シュウは笑顔は素敵ですから、ね、笑顔は素敵いいやつなんですけど、ね、すごい笑顔が素敵いいやつなんですか。ブルーさんからいただきました。ジュリー高橋さんを応援します、はい、ネタ作りでは生き残れてなさそうなんですが、あ、レースいきます、はい、すごい嫌な割れ方。それでは京都11レース G2JRA70 周年記念京都大賞典の実況中継をお届けします。大きな歓声が上がります。京都競馬場、上空は澄んだ青空、まさしく秋の競馬、これからが本番です。今日のメイン競争は G1 ではありませんが、京都大賞典 G1 ホースも出てきました。豪華なメンバーです。出走11頭のゲートインが間もなく終わります。スタート地点は4コーナーポケット、距離は 2400m、 たっぷりあります。体制完了、スタートしました。真ん中で6番スマートフォントムが出遅れ、人気11番のブローザホンはちょっとに外振られました。まずはどの馬が行くのか、外から行きます。ピンクの帽子バビットダンの体勢ジョッキー、果敢に先手を取ろうというところ。そして内側では懸命に2番のケアサンデラ、こちらも抵抗していきます。メインスタンド前、それほどペースは遅くありません。この2頭が引っ張っていきます。その後3馬身、11頭に拍手が送られますが、8番プラダリア前から3頭目を一定でぐっと池澤健一ジョッキーが手綱を握りしめて、まあ、ゴール板前を通過。そしてその内側には4番のシュバリエローズが続いています。かなり縦長になりました。1コーナーのカーブを各馬を迎えようというところです。そしてその外側中段の位置、7番のビーフボンド7歳馬、この京都ではいろんな思い出があります。その後3馬身から4馬身離れまして、内ぴったりを1番のサトルグランツ、そして4番のシュバリエローズがその外側から上がっていこうという構えを見せています。2コーナーのカーブを迎えています。前半の 1000m ですが、早い早い、58秒7でまず飛ばしていったのは2番のケアエサンデラ、その後は8馬身から9馬身開いて10番バビットは2番手に控えます。バックストレッチの中間点を迎えている。3番手外側から上がっていった7番ディープボンド、その内側には8番のプラダリアがついている。前から4頭目、その後2馬身離れました。5番ジューン・アオニオシュがいて、3コーナー坂の手前に各馬を向かっているところ、そして4馬身ぐらい離れて4番のシュバリエローズがいて、その内側に1番のサトノグランツ、坂の上に各馬がかかりました。あとは3馬身離れて後ろに構えている。内側には3番の名将ブレゲがいる。名将ブレゲの外側からはもう1頭9番ドクタードリトルが続いて、そして後ろから2頭目6番スマートファントム、そして最後方が G1 ホースブローザホーン、ブローザホーンは一番後ろ、前との差は12、3馬身、ちょっと手が動き始めた。これで大丈夫なのか。1番人気、4コーナーカーブを各馬迎えますが、前は今度は3頭になりました。2番のケアサンデラが捕まってバビットが先頭になっている。外側から7番ディープボンド、見せ場を作ります。ディープボンドがここで前に出るか、内で懸命に粘ったバビットディープボンド、ババの真ん中から内を入れて上がっていったのは今度は4番のシュバリエローズ。大外を通って今度はもう1頭2頭上がってくるが、先頭はダーッとディープボンド、それをかわすが4番シュバリエローズ、シュバリエローズディープボンド2頭並んでゴール。その後3着は名将ブレゲ、大波乱の京都大賞典、2分22秒9でした。結局ブローザホーン59キロに泣いたのか、見せ場さえ作ることができませんでした。直線に入って最後方、しかも前との差もかなりあります。馬券圏内どころか掲示板にも上がることができません。さあどうだ、最後ディープボンドと外シュバリエローズ、最後の足はシュバリエローズが若干良かった。そして3着は外から3番名将ブレゲ、これは単勝でも128倍ついてた馬です。首の上げ下げ、内か外か、4番か7番か、最後下げたところ、4番シュバリエローズ1着、2着7番のディープボンド、3着は3番名将ブレゲ、その後4着に6番スマートフォントも頑張った、5着1番サトノグランツ、6着に9番ドクタードリトル、さらには8番のプラダリア、10番バビット、
ここまで2、4、6、8頭一塊、9着5番ジュンアオリオシ、さらには逃げた敬愛サンデラのそれにも勝てませんでした。ブローザホーン最高峰です。第59回京都大賞典グレード数、このままレース確定ということになりますと、馬番連勝4番7番、馬単4番から7番です。3連複3番4番7番、3連単4番7番3番となりそうです。京都11レース G2JRA70 周年記念京都大賞典をお届けしました。なおレース結果と払い戻しについては主催者発表のものをご確認ください。さあということで、はい、ちいさんのもう大丈夫ですかね。続きだったんですけど、あー、でも大丈夫です。嫌なこと言われてたんで。嫌なこと言われてた。松山さんいきます。ありがとうございます。これなんていうの、限界生物さん、うん、はい、はい、サルベース松山さんを応援します。ありがとうございます。新内さんの黄金の右腕にそれだけ選ばれているというのはきっと期待されているのだと思うから頑張れよ松山。本当にその通りですね。全く一言一句その通りなんですよ。、はい、しかも今回は 何時期にするかも期待してるぞっていうこと、 大ファンですね。 ありがとうございます。なんだかんだね、なんだかんだ、はい、口は悪い感じだけど、うん、大ファン。太りすぎたムーミンさんです。当てもしないのにまた帰ってくる日変その七不思議サルベース松山さんを応援します。月に一度やっとこう当ててるだけなのに偉そうにしている男に真の強運を見せつけてやってください。ちょっとちょっとそんな言い方ないじゃないですか。頑張りますよ。なんだ、頑張りますよ。当てますよ。まあ、僕と同じくらい下手でしょ。下手だったな。リスナーに媚び寄るの下手だったな。ババファインさんです。メールの履歴を見たら2022年1月にサルベース松山さんに応援メールを送っていて、リモート出演の松山は信用できると送っていました。松山リモートの方が馬券当たるらしいぞ、今すぐ家に帰りなさい。ちょっといさせてくださいよ。下手くそ。え、じゃあコロナ禍だったのかな。そうですね、あのリモートでやってた時期ですね、3人とも電話の時、はい、私2022年1月ってまだ乃木坂にいるんで、私まだこの番組、え、まだ乃木坂にいるの、はい、2022年1月はまだいます。2月に卒業してるんで、とんでもない、乃木坂卒業したととんでもない仕事してるね。してないです。だからその時から応援してくださって、そう、ね、もう長い付き合いになりますね。長い付き合いですよ。今後ともよろしくお願いします。はい、じゃあ荒地の魔女さんいきましょうかね、はい、ソラシさんからいただきました。今回の夢馬券ダービー、荒地の魔女さんが出ておられるんですね。以前太田プロジュニアライブを見に行って一発でファンになりました。今月のジュニアライブも楽しみにしてます。うわ、ありがとうございます。ソラシってジュニアライブ見に行ってるの。すごいね。もう多分太田プロ箱推しなんじゃないですか、ソラシさん。そうだね、うん、なんか前そんなメールとかあんまなかったけどね。ラジオ聞いてやっぱこうやって競馬コーナーとかで若手とかだとね、名前聞いてじゃあ行こうみたいになって、しかもなんか声だけの情報だから実際行ってみたいみたいな思う人もいそうですもんね。確かにね、あとネタも見たいなとかね、思うかもしれない。じゃあ続きましてマーツさんです。はい、久しぶりに応援してみようかな。新しくレギュラーになられた荒地の魔女さんを応援します、うん、名前から察するにハウルの動く城の荒地の魔女をオマージュしてるんですか。はい、夢馬券ダービーのビギナーズラック期待していますということで、ありがとうございます。いや本当にもう自分の自己紹介をするのが一番楽なんで、荒地の魔女っていうなんか変な名前じゃないですか、うん、はい、だからそういう変な名前で変なやつが出てきたらお客さんもよく伝わるかなと思って、荒地の魔女。じゃあハウルの動く城は別に関係ない。ハウルの動く城はなんか調べてたら出てきたんで、まあちょうどいいかなっていう。そうなんですね。はい、なんか別にそのファンでとかってことじゃなく、そうですね、見たことないんですけど。なるほど。じゃあ続きまして、ピアノ少女来ました。アレチさん応援します、うん、好きな食べ物は何ですか。私はミラノ風ドリアが好きです。アレチさんの情報を、ね、聞き出して。ミラノ風ドリア大好きですよ、私も。でも一番好きなのはあのポポラマーマっていうパスタのチェーン店があるんですけど、ああ、ね、東京の東側に密集してて、はいはい、あんま西側には全然ないんですけど、そのポポラマーマのレッドカルボナーラがちょっと世界で一番美味しい料理なんで、よかったら食べてください。あれって、ね、下町の方にしかないの。そうなんですよ、発祥は葛西とかです、多分。へえ、そうなんだ。はい、へえ、それは レッドは何の辛いんですか。ちょっと辛いのと、あとトマトが入ってます、ね、うん、あ、すごい、そう、お腹空いてきたの。じゃあということで、はい、レース参りましょう。それでは東京11レース G2 毎日王冠の実況中継をお届けします。実況は日本放送大泉健太アナウンサーです。
はい、今週から東京競馬場でのレース開催です。この東京競馬場がある府中市の最高気温、2時までの最高気温は 22.7 度。レース、今スターターが台に向かって歩いています。2コーナーのポケット視点からの発走。この毎日王冠の1着馬には天皇賞系の優先出走権が与えられます。さあ、ファンファーレです。3万3000人を超えるお客様から拍手が沸き起こりました。東京メイン11レースは第75回毎日王冠 G2 3歳以上のオープン、芝の 1800m、 出走は14頭です。1番人気11番のシックスペンス、鞍上はルメール。このシックスペンスは日本ダービー9着からの巻き返し、鞍上ルメールは今日4勝を挙げています。この毎日王冠メインでもルメールマジック炸裂なるのか。12番の養蜂レイク収まっていきます。重賞連勝へ、12番の養蜂レイクと岩田未来。そして2コーナーのポケット地点、最後14番の去年のこの毎日王冠の覇者エルトンバローズ、収まりました。14頭枠の中、係員が離れましてゲートイン完了です。スタートしました。まずは好ダッシュ、好スタートはうち2番のホウオウビスケッツ。やはりこの馬が逃げていく、1馬身のリードを取って、ただ外につけた6番のシルトホルンが行きました。重賞初制覇へ2番手、3番手外からポジションを上げて14番のエルトンバローズ、2連覇なるか2番手に浮上です。その後ろ11番の1番人気シックスペンスは虎視眈々です。それからその前から4頭2馬身差、1番のヤマニンサルバムが続いて7番のダノンエアズロック、さらには1馬身がいて12番のヨーホーレイク、そのうちに10番の海外帰りマテンロースカイ、 UAE 帰りのマテンロースカイが控えています。それから1馬身差9番のローシャムパーク、反撃ののろしを上げることができるか戸崎啓太、そのインコースから3番の西野スーベニア、そして1馬身から2馬身ぐらい離れまして13番のオフトレイル、そのインコースに5番のエアファンディタ、3コーナーをカーブしていきました。さらにはその1馬身後方に8番のトップナイフ、そして最後方8歳馬4番の空手という体勢で3、4コーナー中間、先頭からおしまいまで12、3馬身ぐらいでしょうか。残り 800m の標識、 1000m は59秒3というタイムでややハイペースでいきました。さあ2番のホウホウビスケッツが逃げて、まだリードは1馬身ぐらいある。しかし14番のエルトンバローズ、去年の覇者西村敦也が2番手 600m を切って長い直線コース、東京競馬場最後の直線に入りました。さあ2番のホウホウビスケッツリードがほとんどなくなって、14番のエルトンバローズ追い込んでくる。残り 400m、 7枠2頭1番の11番のシックスペース、あとは12番のヨーホーレイク、11番のシックスペース、12番ヨーホーレイク、ただ14番エルトンバローズ粘っている。さらに最内2番のホウホウビスケッツも逃げて粘っているぞ。さらには追い込んでくる外目から9番のローシャンパークも追い込んでくるが、まもなく残り100、先頭は2番のホウホウビスケッツ粘っている、1馬身のリード、ただ11番のシックスペース、ルメールだルメールだ、11番のシックスペースが差し切ってゴリー、見事ルメール今日5勝目は毎日王冠を制覇。11番のシックスペース日本ダービー9着から見事に巻き返しました。この東京の舞台でやはり高いポテンシャルを十二分に発揮しました。直線最後残り 50m を切ったあたりでしょうか、11番のシックスペンス最後捉えて、見事にルメールがシックスペンスを勝利に導きました。そして今年の毎日王冠もやはり3歳馬、この毎日王冠は直近5年で3歳馬が実に4勝をマークしていましたが、今年もこの3歳馬シックスペンスが躍動。そして2着に粘った、逃げ粘った2番のホウオウビスケッツ、そして14番の去年の覇者エルトンバローズが3着か。場内のストップモーション、11番の次2番、そして14番優勢かとお伝えしておきます。1分45秒1という勝ちタイム、アガリオンハロン、ゴールまで 800m 45秒7、サンハロンゴールまで 600m は33秒7というタイム。クリストフルメール今日5勝目は天皇賞秋へ導く見事な騎乗、そして鋭い背足を見せました11番のシックスペンス。手元の計算によりますと単勝11番シックスペンスで 3.5倍、馬連2番11番で 17.8倍、馬単11番2番で 26.2倍。今場内着順掲示板点滅、1着11番のシックスペンス、クリストフルメール、2着に2番のホウオウビスケッツ、
逃げ粘りました。そして3着には14番のエルトンバローズ、11番2番14番で点滅。3連複2番11番14番 43.7 倍、3連単11番2番14番で 170.6 倍と手元では計算を出しております。見事にシックスペンス天皇賞明けの切符をつかみました。お送りしました東京メイン11レース第75回毎日王冠 G2、 勝ったのは1番人気11番のシックスペンスでした。東京11レース G2 毎日王冠をお届けしました。なおレース結果と払い戻しについては主催者発表のものをご確認ください。確定はまだですが全員外したかもしれません。詳しい結果は分かり次第お伝えします。土田照之日曜のへそ。おい開けてくれ。合言葉は？合言葉？勝利の鍵となる合言葉よ。開け。何を？開け。そう、競馬8、勝利の扉を開く鍵、パーフェクト専門誌競馬8。母さん、俺本当に父さんの子なの？何バカなことを言うの。俺見ちゃったんだよギャロップを。競馬は血統が命。週刊ギャロップは全ての重賞レースで血統分析を掲載。プロの目で見た場合。ガチガチだったんですよ。ちょっと今日固めだったんですね。そうなんです。結果的に、うん、人気があるもだから、これ瀬戸ルイスしか当てれないです。そうですね。ちなみにキリさんは 35,600 円の的中です。あら、すごい。安定してね、うん、さあメールも届いています。天使のちこつさんです。全員外れ。さあリスナーの皆さん、若手競馬芸人に毒づく時間ですよ。やばい、来週から厳しめのなんかいじりが。ビレッジファインさんからです。また外れかよ。回収率 152% とか自分で言っちゃった人いましたよね。その数字マジで意味わからんわ。こっから回収していくんで、そうね、確かに見せてください。We'll be right back.